たとえ60歳のあなたでも若いフィリピーナと恋愛し幸せになれる可能性は十分にある。皆さんいかがお過ごしになられていますか。今回もフィリピン人と仲良くなるための心構えをお話ししていきたいと思います。フィリピーナについて私の考察。フィリピン女性は年の差なんて気にしません。愛が全てです。中年あるいは熟年の男性が20代のフィリピーナと恋に落ちるのは珍しいことではありません。60歳を過ぎてもまだまだ大いにチャンスがあります。語弊があるかもしれませんが、日本の若い女性のように中年のおじさんをおもちゃにすることもありません。その代わり一般のフィリピーナは本気なので怖いこともあります。当然結婚するとか子供が欲しいということになります。私の妻は一般フィリピーナで水商売の経験はありません。ちなみにフィリピーナがバージンだった場合はハウス&ロットらしいです。要するに土地付き住宅を買ってあげる覚悟が必要になるとのことです。それにファミリーサポートも覚悟しましょう。フィリピンでは宗教的なこともあり、一般女性は避妊は罪、堕胎は犯罪、ついでにレイプは死刑に値します。一般フィリピーナと家を建てて一緒に住むのはいいのですが、その後仲違いして家を返せとか家から出て行けということは考えないでください。一度そういう仲になったのならば、一緒に住んだ時点で家は彼女のものと考えた方が良いです。だから大きな家を建ててやる必要はありません。自分の財力のゆとりの範囲で与えられるものを与えましょう。300から400万円も出せば十分に満足してもらえる家を買うことができるでしょう。私たちの場合はマニラ近郊のカビテに新築のタウンハウスを200万円で購入しています。いわゆる縦割り長屋のような小さな家です。それも月に1万円ちょっとの支払いの分割払いです。私のフィリピーナ妻は以前に政府系の機関に勤めていたらしく、普通の方よりも安く家を買うことができたと話してくれました。大事なのは初めから自分が与えられる範囲のものを与える方が良いということです。決して無理はしないことです。フィリピン人の褒め言葉、フィリピン人があなたのことを人にマバエットと紹介したら最大の褒め言葉と思っても良いでしょう。訳せば優しいという意味ですが、思いやりがあって頼りになって品行の良い人、すなわち全てが良い人ということです。他にマバゴ、いい匂い、マガンダ、美しい、綺麗、清潔、マガリン、素晴らしい、マサラップ、美味しい、マサヤ、幸せなどが頻繁に出てくる褒め言葉です。フィリピン人のけなし言葉、あなたがバホと言われたらそれは最悪です。バホとは臭いという意味ですが、実は匂いだけでなく身なり態度すべてにおいて吐き気がするという意味合いになるそうです。実際にフィリピン人は大衆に敏感で、口臭、大衆のある方は嫌われやすいです。シャワーや風呂に頻繁に入って清潔を保たなければ、どんなに頑張ってもフィリピーナを口説き落とすことは難しいと言っても過言ではありません。他にはマヤバン、生意気、コリポット、ケチ、シノガリン、嘘つき、マリコット、しつこいなどがけなし言葉の代表です。バストス、スケベ、下品という言葉もありますが、これは時と場合によってはいい意味だったりすることもあります。とにかくフィリピン人からこのような評価をされないようにしましょう。カゴのカニって何？フィリピンでは相互扶助の精神がとても強く残っています。たとえ寝るところや食べるのに困っても、友達の家を渡り歩いていればなんとか生きていけると言います。何かのお祝いには一族老頭が押し寄せてご馳走を平らげていくとか、パーティーを開くと奥さんや恋人を連れてやってくる。彼女、恋人を食事に誘うと家族でやってきて、とても賑やかな食事になってしまう。また誰かが少し金を手にすると、親戚中の人がねだりに来て立ちどころになくなってしまう。これをカゴのカニと言います。たくさんのカニが入ったカゴの中からカニが脱出しようとすると、他のカニが足を引っ張って引きずり下ろす様子を当てはめているのかと思います。また食事をしている時に
誰かが通りかかると買いんかなと言って自分の食べているものを勧めてきます。しかしこれは単なる挨拶なので真に受けて食べてしまうと後で恨まれるかもしれません。お腹がいっぱいと言って断りましょう。まだ私たちはフィリピンで自家用車を購入していませんので、よく運転手付きで1日タクシーを頼みます。私たちがレストランで食事をした後、料理が余ったらテイクアウトして家のものに分けるようにとドライバーにあげたりもします。そうするとドライバーはとても喜んでくれます。超強力な家族の絆、フィリピン人の家族の絆はものすごいものがあります。もしあなたがフィリピン人の彼女を射止めたとしたら、家族全員の面倒を見る覚悟でいないと二人の関係は長続きしないでしょう。日本人からするといつまでも父離れしない子供のように見えてしまいますが、フィリピン人は家族なしでは生きていけないのかと思います。それはフィリピン人の子育てに原因があるのではないかと思います。フィリピーナの我が子に対する接し方はキーにも映るほどの慈しみようなのです。しかしもしあなたがフィリピン人のファミリーメンバーと認められたならば、この家族の絆がとても頼もしいものになります。フィリピンでは子供の登校拒否とか家庭内暴力、老人の孤独死とか自殺とか、そういう問題はほとんど存在しないと言います。またお年寄りに対する畏敬は絶対的なものがあるようです。家族の絆について私の幼少時を振り返って、フィリピンにおいて私が目の当たりにして感じるのが強い家族の絆です。日本も核家族化する前の古き時代にはこのような強い家族の絆があったのだろうと思います。私は幼少時から自分の両親との縁は希薄だったかと子供の頃から感じていました。両親が共働きだったこともあります。私は生後半年くらいから保育園へ入り、昼間は母の姉私の叔母に面倒を見てもらっていました。小学校へ入ると母の兄夫婦の家庭で年上のいとこたちと一緒に過ごし育ちました。私には生みの親と育ての親がいる感じでした。もちろん私の両親も今となれば懸命に私と接してくれていたと思います。しかし子供の頃はそうだと感じることができなかったのも事実です。子供の頃はいつも寂しさを感じ孤独を感じていたと思います。しかし私はフィリピンを訪れ、フィリピーナと結婚し、フィリピンにいる家族や親戚一同と接し、家族として受け入れてもらってからは、フィリピンの家族の姿や絆はまさに私の理想とする家族の形であることを気づかせてもらいました。たとえどんなに貧しくとも子供たちの明るい笑顔を見る限り、強い家族の絆があるからこんな笑顔で過ごせるのかなと思うのです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。あなたとのご縁に感謝します。この動画が少しでもあなたの役に立ったのなら幸いです。よろしければチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。あなたに神の祝福がありますように。